分だ。11時50分です。あと10分で誕生日になります。一応ね、あのマネージャーさんに暇とき配信できますかって聞いて許可を得ました。はい、すごい渋い食べてるね。そう、今日はあの出張公演ね、新潟で出張公演させていただいて、そうですよ。そう、今日ねすごいあの今日ねこの配信を盛り上げてくれるって言ってくれるメンバーがいっぱいいて、はい、ちょっと呼び込みをしたいと思います。それでは何て返事したらいいかな。じゃあ呼び込んだら、はい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 でいいんだ。はいで、はいで、いいんだね。行きます。じゃあ誰からでしょうかな。じゃあまずは田口真ん中。はい。続いて倉野成美。イエーイ。はい、はいだよ、はいだよ、はい、はい、続いて橋本春奈。見えてないよ。いる。見た。続いて福岡セイナ。ありがとうございます。あーあれあれ、フライングタイム呼んでない、呼んでないよ、呼んでない、呼んでないよ。さすが AKB フライングの得意だね。はい、以上の大丈夫。え、本当に座ってくださいね。本当にあの全然座ってください。座ってくださいね。座ってください。全然座ってくださいね。ということでみんなと一緒に23歳を迎えたいと思います。そう、盛り上げてくれてる。そう、さっきコンビニに行ってアイスと、うん、あとこれ自分で買ったみたいな雰囲気だったじゃん。これもアイス私が桃太郎を勧めたのに桃太郎食べてないみたいに。カルマだろ。コンビニで売ってた新潟の美味しいお菓子ね、なんで私これを買いました。そう、ノルさんが拍手してくれてます。これそう、真ん中がおすすめって言ってた。うん、おいしい、うん、めっちゃ味あるんだ。うま塩、枝豆、エビ塩、カレー。やった枝豆単品ってない。ある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 。あったよ、宮崎さん今日食べてる。あったあった、ありましたよ。確かに。でもその時はまだいっかってやめたね。明日しかないからね、もうね。そうそうそう。もずり込みに来て。え？アイスが溶けてる。食べて。はい。もう食べ終わっちゃった。まあ食べてしった。うん。ね、そう。あと6分だよ、ね、眠るよね、これね。本当だ、うん、なんか総括というか。確かに、どんな1年、確かに22歳、どうでした。22歳の1年はどんな1年でしたか。22歳は新幹線始まった。そうですね。でも一番印象に残ってるのは4月からあのベイ FM のパーソナリティが始まったことですかね。うん、確かに。そう、夜ね、うん、夜遅くに時を働いてるからね。働いてるってよね。めっちゃ深夜で。すごいビジネスと。そう。めっちゃそれ、そのおかげでめちゃめちゃメンバーとすごいコミュニケーション取れるようになった1年だったなって思います。そう。しかも右足。さすが右足。すごいです。あ、やばい、絶対。あ、ズッキーの今日
今日のさ片足の話してあげたら何何でコンテしちゃった片足コンテして取りますコンテしてます片足って言われたら沈む何だあラジオラジオあーそうだそうだあんたいなかったぜそう今日はね新潟で出張公演したんですけど出張公演新潟はあの昔研究生公演の時に新潟で NGT48 劇場さんで公演してでその時はレッツゴー研究生公演してたのでそれぶりですそれぶりの新潟でしたはいヒーローが元気よし盛り上げよじゃあゆうみさんが今から踊りますお踊ってくれますお祝いのお祝いの23歳まで残り4分ですあと4分早っもう今言い切ったね言い切ったいや早く早く早く短っラジオラジオあれラジオとすごいね写真集もそうですね。終わりました。楽しみ、ちょうだい。ちょうだい。もちろんもちろん、ね。もらうね。本当に？サイン入り。もらってくれますか？メッセージ付きで。やった。じゃあ書きます。書きます。似顔絵も欲しい。似顔絵はいらんだろ。私が好きなところ3つ書いてほしい。わかりました。結構いいんだ。え、もっと。じゃあ私6つ。13個。お。13期、それと2個わかりました8個じゃん、セイナさん15個だ15個もらえちゃう書きます、書きますあと3分だ、ごめん、本当にごめん、うん、じゃあ黙るね、今から分かったなんで3分やだなんか息止めた息まで止めないでねえ、息して息してこれ来るよ、そろそろ限界え、本当に息してくださいバーン何何この時間何の話だったズッキーの22歳がもう削れてるどん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 いらないあと2分だよ、2分ほらほらおねえあと2分だ20分やばいでもえこれもあのアカウント止まっていいなら全然音楽流しますけどダメじゃんダメだよ何言ってんの何言いたいのだってさ退出させるよ誕生日迎える時はさ、うん、ハッピーハッピーってやらなきゃいけないじゃんいけるじゃん歌うんだよ元気さん踊ってくれるお私ボイパするわボイパいやナルさんダンスなんてなんでやっぱ狙いに行っちゃう癖あるMC からね。やば。実感わかんない。実感？ファンの方に感謝をぜひ。そうですね。22歳も本当にたくさんの方がねシングルであの握手会だったり会いに来てくれたり遠方から会いに来てくれたり、うん、本当にたくさんの、うん、愛だったりなんだろうたくさんもらったなって思います。すごく感謝してるしなんかそのそれこそ写真集でね発表した時にみんなが私本人よりも驚いてくれたりとかドキドキしてくれたりとかしてすごくなんかそんなみんながすごい愛おしいなって思いました23歳もいっぱい22歳よねもうちょっと引っ張ろうか。分かった。今日美味しいものいっぱい食べたね。食べましたね。美味しかったね。そうそうそう。まだ今は22歳です。ね。22歳です。22歳もありがとう。はい。あと22歳もありがとうね。4、3、2、1おめでとうイエーイ何これ何これ何これおめでとう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 おめで
ありがとう。もう泣いた。ありがとう。ありがとうございます。誕生日だ、ね、23歳になりました。あ、すごい誕生日仕様になった。本当だ、すごい、ありがとうございます。すごいいっぱいコメントありがとう。16,934人の皆さんありがとうございます。夜更かし前すごい、ゆいし、ね、ケーキ持ってきて。そうですね、23歳たくさんありがとね。今年もよろしくね、うん、23歳も頑張ります。準備できてるよ。準備いいよ。いいよ。嬉しい、いっぱいありがとうございます。本当にハッピーハッピーケーキのキャンドルを一人でパーティー始めよう。すごいすごい、ね、物ボケだよ。物ボケしててすごい。え、意外と完成度高め、ね、きれいの。ハッピーバースデーツーユー、またまたまた、ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデー、リア、ズッキー。ちょっと証明、証明、はい、はい、はい。ハッピーバースデートゥーユー。ふぅー、消えて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 。わー、ありがとうございます。マンゴーケーキ？嬉しい、マンゴーケーキ。いただきました。嬉しい、今年は。マンゴーケーキでした。 ありがとうございます。よくやった、よくやった、素晴らしいな、偉いわ、菅先輩だな。菅先輩すごいな。ねえ、なっちゃった、もう実感湧かない。どんな感じ反応。ありがとう、素晴らしいケーキ。見たことないケーキだったね。素晴らしいね。23歳だよ。そうですね、23歳は。でも、まあ、写真集の発売もねもうすぐあったりとか、あとはまだね、言えてないこともあったりするので、あら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 、もっともっとね、いろんなところでいろんな挑戦をして、もっともっとね。なんだろう、楽しい1年にしようね。はい、もうみんなを幸せにする1年にします。最高。ここで、田口真ん中さんからプレゼントがあります。お、なんですか、嬉しい。なになに、どこ行くねん。え、嬉しい、プレゼント用意してくれてたんですか、真ん中。んまだかな、まだかな、準備中か。まなかさん嬉しいな、プレゼントだ。まだまだまだですよ。すごい、なんだろう、なんだと思う、なんだろうね、なんだろうね、なんだろう、めっちゃ楽しみだな。何してんの、気をつけてよね、うん、次お揃いの服あげる。これ絶対にバックプリントは見せられない。分かんないけど、あの鏡越しに見せてあげる、バックプリント、こんな感じ。ダメ、すごい、ありがとう、お揃いの服嬉しい、ありがとう、ありがとう、ね、うん、嬉しい。鶴もあげようか。やっぱ新潟といえば鶴だからさ。トキだよ、トキ。トキ。言い逃げやめても。言い逃げしないでも。何？もらいました。ほら、あるじゃん、ほら。あ、そうだ、はい。
誕生日おめでとう愛情なでも気になってたえ、開けましたこれ次次バックプリンター見せないでついてよね危ないよもう危ないから危ないものはやめよう駄目だしょうがないからこのエビシューマギえ、やったえ、これね、エビシュー気になる味食べたいエビシュー食べたいなんでよ食べたいの先になんでだよそうですそうですももさんももさんお誕生日おめでとう年齢あ、そうなんだ、ね、うん、美味しい、うんうん、よかったうん、うん、美味しいいい音すごい投げてる壇上行こうか壇上行くね壇上行くか人の携帯ではやんないでよ絶対にねもしかして、うん、誕生日ギフトというものが存在するんじゃないかなそういうのはねハルピョンさんに任せてるあショールームの申しを、うん、社長ピョンさんにはかなわないわ社長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 やめてもらっていいですか社長社長じゃないんだよ社長それ社長だわ社長じゃないんだよ社長食べないあ、ヘビ嗅ぐだけだよ食べてよ、二人ともめっちゃ社長って呼ばれてるね社長って呼ぶのは王さんだけどスタッフの王さんだけどスタッフさんが社長社長って落ちるよもうニックネームになったんですよね社長って呼ばれるんだでも社長って呼ばれたんですよなぜか社長やばいやめてこれ社長それはめやうんエビ絶対美味しい一番ごめんねお腹お腹こんな深夜にねずきちゃんずきちゃんずきちゃんあなたが主役なのようんうんうんすごいえずきコメント見てずきずき見逃さないで見逃さないでよ全部見てなるちゃん近い。15年。映ってください。近い違う。ごめんなさい。もう23なのか。今同い年だよ。あ、そうだ。ずるい。2ヶ月間だけ。嬉しい。ずるいは無理だなこちら。え、だって何歳？24。わあずるい。え違う。私も微妙にさ遅かったら誕生日遅かったらそのデート。えずるい。だってここ同じしかも。可愛い。ずるい。私とゆりさんもあとちょっとなのに。全然違うだろ。全然違うだろ。ねずき。ねえ。ごめん見捨てないとこです。すごいね。すごいじゃん。すごい。すごい。ありがとうございます。すごい。すごいすごい。みんながいるからだ。違うよ。みんなが盛り上げてくれたから。みんなが盛り上げてくれたおかげですよ。全国民がお祝いすべきだよ。てかズキーのこと見に来てないやつは今すぐ去れ絶対に。ズキーの見に来るんだよ。このルームは。なんて言ったっけ山に帰ろう。そろそろ。そろそろ山に帰るか。
意外。山に帰るしかもないよ。あれ？あれあれ？え、どれ？もう終わったよ。もうズッキー行ったら。もう解散しますよ。ね、そうだよね、ズキ喋りづらいもんね。ごめんね、ちゃいましちゃっていっぱい、ズカズカ来ちゃった。ありがとうございます、本当に盛り上げてくれて。そっちこっちじゃない、こっちじゃない、こっちの会話はあるってこと。みんなに、みんなに。でも確かに生誕とか、ね、この期間どうなんだろうね。たまりにたまって、そうですよ、ね、新劇場かな、うん、12月以降になるのかな、3月とかになるパターンでこれ、うん、そうですよね、来年になるかも、うん、ありがとうね。帰るか帰るか、じゃあお疲れ。待ってよ、全て配信終わってからさ。何、いやいや、いいの、もっと言うなよ、言えなよ、私たちはもう大事な話、二人きりじゃないよ。画面と三本きりで、そう、三本きり、三本きり、三本きりにならないやろ。すごい桁やな、えぐいで。スクショタイムして、いや、そうね、はい、そうね、スクショタイムいいよ、うん、はい、何歳になったの、せーの、23でーす。かわいい、守護キャラみたいな。じゃあ最後にスクショタイム、やったやった、天さん、縮小、やばい、縮小していきます、かわいい、優しいね、私5秒ぐらいで終わらせるけど優しい、 OK、 優しい。帰る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 、はい、撮って、はい、帰って、山に帰って、山に帰るの、山って何。え、本当に帰る、うん、いや、だって悪い話、どっち、どっち、ね、どうしましょう、いや、でもせっかくね、せっかくだし、うん、23分までやったらじゃね、切りよくね、じゃあそうします、いい、ね、ガサ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 。準備失礼いたしました。ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。お疲れ様。おめでとう。ありがとうございます。欲しい欲しい。いい子ちょうだい。ありがとう。はい。ちいさん、これ分けるか。いらないね。ある。大丈夫。ありがとう。本当にくれた。配信してないで。危ない危ない。配信しててください。ごめん、ありがとう。配信私のゴミだ。そして残りのアイスのゴミだけど。はい、じゃあお疲れ様でした。また明日ね。また明日。また明日。楽しいんだよね。さっきまた明日も一日一緒だからね。
確かに。次キまた明日緑さんと。緑だから。緑。明日緑。私にしよう。緑。おめでとう。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイバイ。お気をつけて。ありがとうございます。本当に帰った。はい、ということでね、そうなんです、みんながお祝いしてくれました。一人になっちゃったね。あの23分まで本当にやろうと思います。二人きりになったね。そう、みんな優しい、本当に。前々からあのこの3日間のなんだ3日間出張公演があるっていうのはもう前々からね決まってて、それでちょうどその誕生日前まであの出張公演があるっていう予定だったんですけど、それでみんながじゃあお祝いしようって言ってくれて、そうこんな感じで過ごすの初めてかも。こうやってメンバーだけでお祝いしてもらうのは初めてでした。ねえ優しい。23だって。23、なんか実感は湧いてないけど、でもなんか20、なんだろう、そうあっという間ですね。今年は特にあっという間だなって思った22歳の1年。うん、そう最近はというか今週は出張公演3日連続、今週から私は出張公演デビューだったんですけど、福井と長野と新潟まだまだね、10月もあるし、出張公演盛り上げていきたいと思います。新潟楽しかったですよ。すごい会場がおしゃれだった。そう、タブーの色すごく良かった、ありがとう。タブーの色もこの3日間ですごく、セイナさんと3日連続だったからよりなんか表現というか2人の空気感とかがどんどんいい感じ、いい感じっていうか、ちょっと語彙力ないけどいい感じになってった気がする。X でズッキートレンド入りになってるの？本当に？23歳はね、写真集とか新公演もね始まるし、他にもいろいろ挑戦していきたいと思います。なんか写真集の
え、なんかさ、生誕とかあったらさ、生誕でうわって言いたいからさ、ここでどこまで言うか迷っちゃうけど、でもね、明後日も握手会だし、でもすごいその写真集の情報解禁した時、夜の9時ぐらいにこのあと0時に発表がありますみたいなお知らせがあります、なんて言ったかな、なんか0時にご報告ありますみたいな、重大発表かな、重大発表ありますみたいなの言ってからの3時間の間のなんかファンの方だったり、私のファンの方じゃなくてもすごく反応してくださって、ファンの方は特になんかドキドキってドキドキするって、なんだろう、すごい楽しみにして3時間楽しみにしてくれたりとか、なんか一緒にドキドキしてくれて、なんかそれがすごい伝わってきて、なんか私のことでこんなにもなんかドキドキしてくれたり、発表になった後に嬉しいってめちゃめちゃ嬉しいよっておめでとうって言ってくれたり、私よりも喜んでくれて、すごくなんかみんな、そんなみんながなんか愛おしいなって思ったし、そう発表になってからもすごくファンの方ももちろんそうですし、そう私のこと好きって思ってくれてる方は皆さんおめでとうとか、予約したよっていっぱい報告してくれたり、実際にすごいすごーお渡し会とか、池袋のお渡し会だったり、あと特設サイトが写真集用にできてたんですけど、それも完売したりとか、本当にもう想像してた何十倍もね、そう、みんながゲットしてくれててすごく嬉しかったし、まだサインはしてないんですけど、写真集にまだ、その完成した写真集はまだ見れてないんですけど、これからサイン書くときに心を込めて書かせていただきたいと思います。そう、結構赤い衣装とかカレーシャツとかが人気だった気がする、今のところ。そう、まだまだね、先行カットは何個か上がってるけど、写真集の中の写真はまだ何先行カットで出てない服とかもあるし、本当にいろんなカットがあるので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。なんかね、エッセイとかも書いたんですよ。エッセイとかインタビューとか、
エッセイは普通に何だろう、自分が普段こう思って生きてるよとかみたいな、自分の思うことだったり、感じてる日頃感じてることというか、そういうのを書いてみました。そう、それもねまた楽しみにしててください。なかなかエッセイね書くことないから難しかったけど、でも自分らしいエッセイになったんじゃないかな。あとインタビューもしていただいて、そのインタビューのページもあると思います。そう、 Amazon だったり、あと神戸と名古屋のお渡し会が、受付が22日までなんですよ。池袋は多分もう完売、全部完売してるんですけど、神戸と名古屋はまだ三角とかなってるのかな、多分。そう、まだあるので受付が22日までなので、ぜひお忘れなくね、この機会にねぜひ来ていただけたらなと思います。人生初めての写真集購入、ガズッキーの写真集ありがとう、嬉しい。でもそう言っていただける方も何人かいて、握手会とかでもね報告してくれてありがたいです。そう、発売は来月10月11日です。10月11日はすごくいい日らしいですよ。そう、とてもいい日。だから楽しみにしててね。明後日握手会があるのも嬉しいなって思います。誕生日迎えてすぐに握手会、去年はでも当日生誕やってたんだよね。ね、きっとセレモニーもあるのかなって思って楽しみです。セレモニーぜひ。そう、ファンの方もさ、今年めっちゃ生誕のために動いてくれて、毎年ね動いてくれてけど、今年も秋葉原の駅に広告出してくれたり、それとあと甲府駅にも広告がまた別のデザインで、そうありがたいですね。甲府駅はね見に行けないかもですけど、本当にすごいありがとうね。そのささやきラジオでお世話になってるので、だから甲府駅付近というかそっちの方に住んでらっしゃる方はよかったら甲府駅見に行ってみてね。もう半なの？もう半なんですか？早い。
本当にありがとうございます。こうやってさ当日にひまたぎ配信したことあったっけ、これまで。すごく今年はメンバーにもね祝ってもらえて、こうして配信でみんなにも見届けていただいて忘れられない誕生日になりました。とても幸せです。夜遅いのにありがとう、見てくれて。ありがとね、本当に。嬉しいです、すごく。本当にいつもありがとうございます。いっぱい愛を届けてくれて。ありがとう、ね、さっきもちらっと言いましたが、そんなみんなを幸せにできる一年にしたいと思います。写真集とかみたいにね、いろんな嬉しい報告がね、23歳まだまだいっぱいできるように、個人的に目標とか目指したい場所とか、みんなと見たい景色がまだまだあるので、それを叶えていける一年にしたいと思います。ね、なので23歳の1年もどうか見守って一緒についてきてくれたら嬉しいです。ん？ね、タワーも本当にありがとうね。 すごいタワーが来たっていうコメントが、すごいタワーありがとう。でもすごい、めっちゃすごい本当にありがとう。ちょっと名前さ、みんな呼びたいけどさ、これ一重百千の自慢、陽一さん、陽一さんですかね。どれ、この熊の、ありがとうね、つなげましたって陽一さん、陽一いつも本当にありがとう、ありがとうございます。すごい、そんなあるんだ、知らなかった、ありがとうね。ありがとう。そろそろ終わるかな。
見てくれてありがとうね本当に。そして23歳もよろしくお願いします。41,391人の皆さんありがとうございます。すごいよ。みんなもゆっくり休んでね。みんなと会えるのは21かな、次21日22日。握手会来てくれる皆さんよろしくです。楽しみ。ちょっとランキングだけ発表します。どこだ。間違えた。13位。W さんありがとうございます。12位、ももびりーさんありがとうございます。11位、ぐでさんありがとうございます。10位、あにーさんありがとうございます。9位、ぱんちゃんありがとうございます。8位、かさんありがとうございます。7位、トールおめずきさんありがとうございます。6位、白猫にゃんにゃんさんありがとうございます。5位、としちゃんありがとうございます。4位、滝川夫妻さんありがとうございます。3位、上海のウルトラさんありがとうございます。2位、誕生日おめでとうありがとうありがとうございます。そして1位、陽一さんありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。ではでは皆さんゆっくり休んでください。見てくれてありがとうございました。じゃあまた21日会いましょう。ではおやすみ。ありがとね。またね。バイバイ。